鶴舞公園関西府県連合共振会の正面入り口1910鶴舞公園関西府県連合共振会の噴水1910来10回関西府県連合共振会は1910年に愛知県名古屋市において開催された博覧会。1883年以降、西日本の各地で開催された関西府県連合共振会の10回目にあたる。 1910年3月16日から6月13日の90日間の会期が設定され、造成が開始されたばかりの鶴舞公園を会場に開催された。関西府県連合共進会とは銘打っていたものの、参加府県は北海道、東北地方の県を除く三府28県にも及び、果ては台湾からも出品された。 入場者数は二百六十三万二千七百四十八人と記録されており、これは当時の名古屋市の人口約四十一万人を軽く超えるものであった。参加府県は東京府、京都府、大阪府の三府と神奈川県、兵庫県、新潟県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、奈良県、三重県、静岡県、山梨県、県県梨県滋賀県、 岐阜県、長野県、福井県、石川県、富山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、愛知県の二十八県であった。午前九時から午後四時まで。会場内には、機械館、特許館、農産館などの最新技術などを展示するパビリオンの、ほか、不思議館、天示館、 活動写真館といった娯楽要素を持つパビリオンも設置された。さらには名古屋城を模した愛知県売店などもあった。また、パビリオンのほか寄品館、総学堂、噴水塔、鈴名橋などの建築物や古町が池、シャチが池といったものが配置された。回帰終了に伴い、多くの仮設建物は撤去されたが、総学堂、噴水塔、 貴品館などは名古屋市に寄付され、会場となった鶴舞公園に残されることとなった。共進会開催に伴い、名古屋電気鉄道公園線が改良し、会場へのアクセスを担った。ありがとうございます。